久保さん今ちょっと味噌汁作ってるんですけど味噌汁に人参入れてみたんですけど <laughs> 人参昨日安くて98円だったんですよでなんかカレー作ろうかなと思ったんですけどちょっと味噌汁に人参入れてみましたカレー一人で作るとねあのずっとカレーになっちゃうんですよ一 <laughs> 人分のカレーって結構難しくて まあただそれだけなんですけど。うん、まあ、こっからちょっと、まあ、横展開するならば、やっぱね、久保さんもそうだと思いますけど、やっぱまあ、外食もす,るもするし、自分でも作ったりとかもするし、まあ、久保さんの家に泊めてもらった時、久保さんが作ってくれましたからね、なんかいる。あなんだろうな。結構バ、バランス大事だと思うんですよね。なお金稼げるようになったから、もうずっと外食、みたいなね。 あの銀座で寿司を食いまくるとかね、なんかその、なんだろうな、あの長いこ、長い帽子をしてるコックさんが目の前で鉄板でステーキを焼く、食べるみたいなね、まあいいんですけど、たまにはね、なんかその、毎日とかねあの、バランスよくやったほうがいいと思います。なんでかっていうとあの売上は絶 絶対ではないですよ、まあ、も,もちろんね、もうなんか、障害賃金、なんだろうな、まあ、10億円とか100億円とか貯金があるんだったら、まあ、まあまあ、でも、まあ、その人の使い方ですけども、うん、なんか、売り上げは保証されてないので、何があるかわからないので、まあ、バランスよく、まあ、外食することもあるし、自炊することもあるし、なんか、適度にバランスよく使った方がいいんじゃないかなと。あれもこれもじゃなくてね。 まあそれはその人の人生なんでお任せするけども、まあ見てくる、まあ僕がいろいろ見てきたパターンとしては、やっぱ一回お金稼いじゃって、お金稼げました。でえ、結局お金稼いでも使うお金が増えるんで、あんま変わんないんですよ。結局。なんかお金稼いでるからすごいなと思うじゃないですか。でも結局しあの、使ってる金が増えるんで。で、そうなると、結局金稼いでも変わんないんですよ、大した。使ってる金が大きいんで。 だからそのバランス感覚をしないと稼いでも使いまくってたら結局じゃあ、まあ、あとはその,いあの,その生活に慣れちゃうと結局戻れなくなるというか、まあ、これよくお笑い芸人とかあるあるなんですけど一発バーンと当てて,てね、まあ、生活豪合流しちゃってで売れなくなるじゃないですかでも合流してるのが当たり前になっちゃって元に戻せないっていうで元に戻せないから借金せよっていう結構あ,ったある話だったりするんですけど。 だからやっぱね自分の基準っていうのを持っていった方がいいですね。だからこれもお金の考え方というか使い方というか管理というか結構ね、これ落ちる人多いですよ。お金稼いじゃって、えーまあそのまあ、使えるお金が増えました。で、使います。それになれちゃいました。で、お金が減った時にもうその生活からなんだろうな。もう収入は少ないのにタワーマン住み続けるとかね。 売り上げ上がってないのにタワマン住み続けるとかめちゃくちゃしんどいですよ、うん、それで結構ね僕はね <laughs> あの破産していく人見てたんで特にお金持ちブランディングしてる人で破産していく人まあまあ見てきましたねまあもともと金ないけど金持ちブランディングやってし,してる人もいましたけど多 <laughs> 分ねこれね結構ねお金のバランスすげえ大事だと思いますようんだから僕はまあ自炊もしますし食べるときは食べるし うんなんだろうな、まあ、使っても車ですよね、僕は車なんで。でも、車っつってもう、もう、そんなに、その、燃費も良くなりましたし、まあぶ、そんなにぶっ壊れないと思いますし、新しい車なんで。前の車はね、すげえぶっ壊れました。まあ、きあの久保さんの車もすげえぶっ壊れると思いますけど、<laughs> やっぱね、何十年前の車はぶっ壊れるんでね、やっぱさすがに、ガタくるんで。まあ、それもなくなるし、 まあそんなに使わなくなるかなうん。な、バランスですね。うん。だから、あれもこれもじゃなくて、これにはお金使うけど、こっちは使う。だから、バランスですね。だから、僕も、その、一回、その、もう、二部屋とか、もう一部屋欲しいなと思ったんですけど、まあ、いいかなっていう。まあ、もう、なんか、ぶれるんだけど、ぶれないっていうね。そうね。やっぱね、探すんですよ、たまに。部屋も。 まあそんな高くないですよ。鹿児島であと二3万払えばね、月二3万払えば、もっといいとこ住めるんですよ。うん、だけど、まあ十分かなっていう。ブレながらブレないっていうね。そう。まあ、これ4万2000なんでね、4万2000で十分なんで。うん、あの駐車場代もタダだし、熱湯もタダだし、まあ、ちょっとブレないですよ。すいブない <laughs>。そう。 うん、いやでもねもう考えますよ部屋は常に考えてるんだけどぶ、まあ、常にそのなんかブレないというかうんなんかもうちょっと広くてもいいかなってもうさすがに5年住んでるんでまあ賃貸のいいとこってまあ移動できるわけじゃないですかメリットとしてはだからどうしようかなっていうねまあもしかしたらまあでも買えないかな4万2000円結構安いんですよ うん、多分買えないっすね。まあ、いろいろ悩むんだけど、買えないっすね、ここは。<laughs> うん。まあ、お金に本当にゆとりができすぎたら分かんないですけどね。うん。まあ、そしたらね、家を買っちゃいますね、もはや。そう。家買っちゃいますね、鹿児島で。うん。 いそうっすね。なんか、鹿児島の一軒家のチラシって3万円台から一軒家建てられますっていうチラシですからね。<laughs> 3万円台かみたいな。まあ、ローンですけど。でもまあ、キャッシュで行ってもね、多分、1500ぐらいあれば、まあ、土地の、その場所にもよりますけど、1500あれば、多分、キャッシュで1500でも立つと思うんで。うん。まあ、新築っすよ、しかも。田舎はいいっすよね。 そうだって僕ね、本当ね、鹿児島見て鹿児島来て一番びっくりしたのがチラシですね。もうめちゃめちゃ入ってくるんですよ。で3万円台から、ま、夢のマイホームっていうチラシがめちゃめちゃ入ってくるんですよね。3万円かみたいなね。<laughs> 東京じゃありえないですね。東京じゃ、まあ、100%ありえないチラシなんですけど、びっくりしました。3万円台でマイホームみたいなね。とういうこと <laughs> はやめてくい。いってらっしゃい。